じゃあ、ことぶきはじめです。今回は、G コンパチブルカイザーの足の部分の製作をしていきます。で、これで片足分のパーツになってます。で、これが左足の分ですね。それでは組み立てていきます。まず、膝の関節になるのかな、ここを組み立てます。キャップが入って、こうなって、向きが、この黒いラインはランダムマーカーで塗装してます。ちょっとはみ出たんで、この消しペンで修正しています。で、さらにこれをはい、両足できました。で、これに外装の装飾パーツがついていきます。まずこれがここについて、これがこうですね。で、これがこの水色のところは塗装済みになってるんで、この粒みたいになったところ、
これやばいです。になります。いいですね。この塗装済みなんで、このふくらはぎのあの人工筋肉っぽいところとか結構かっこいいですよ。ここは自分で塗り塗ったんですけどやっぱりあのガンダムマーカーあると部分塗装はだいぶ楽です。気軽にちょちょっと塗れるんで。じゃあちょっとこれでトップコート拭きたいと思います。さらに装飾パーツがついてこんな感じになります。で部品がこれだけですね。でこれ正方形じゃなくて若干ね、この辺が、ここが長いんですよね。これが下に向くように、こういう風につけます。で、このクリアパーツがここに入って、ちょっとね、割らない程度に押し込まないと入らないので、完成です。はい、じゃあちょっとこれでトップコート拭いて仕上げたいと思います。はい、足のフィニッシュが終わりました。こんな感じになってます。このくらいまでですね、上がりますね。下はい、今回ここまでになります。次回が胴体ですかね。その足首があるんですね。足首と頭部作っていきたいと思います。それではまた。